こりゃなかなか。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手は。どうも。はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。VIP 席から指名受けて、そっちに着いたわよ。VIP 席？ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあなんで採用されたんだ？多分、VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？VIP ルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とか、ヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いから、みんな、あの部屋には行きたくないのよ。例えば、リューマンの連中とか？そう。連中毎日のようにやってきては、女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に、今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが、特に気持ち悪くてね。そうそう、絶対ヤバいや、誰も女の子、はあ、じゃあ、いい加減にしてよ、この変態。店長からはお前を好きにしていいって言われてんだ。さっちゃん、大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前らなんでここに？なんでって？そうか、ちげえ、ちょいと事情があって。バカない、中井中。でも本当にそうなのか？何？ここで素直そっか。
タバンのはまだ早い。くせ。じゃ待て。ね、本当くせに。こいつがハンピンリューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった。喋る喋るってよ。お前らの聞きたい。ソープランドの店長？なんでマブチさんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今マジでだね。あら、組織はそう。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人死ぬほど勉強して一流の大学出て、中国語英語、本人が切れ者だから側近の部下も俺なんか。マブチさんと口も聞いてる。じゃあマブチの居所知らねえよ。電話番号だ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るから明日の朝は。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、なんかいいわね。え、何が。あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか。実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ。サイコも夜道は気を。大丈夫だよ。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。あのよ、あれ忘れ物？なんか私預かったっけ。そうじゃなくて、あのうちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え、そんな部屋でもよけりゃ来ねえか。いいの。おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない。
ありがとう。そういう場所ってことだ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を曲がりしてんだ。おう、ちげえよ。そんな、そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。ん、私はね、こいつらにかけたので、私そういう関係なんだよね。ふーん、さっちゃん。えっ、